も皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、メルカリが、運営している、ペイサービス、メルペイについてなんですけども、本日1月24日から、1月の31日末日までですね、対象の支払いに関して、期間限定で 50% キャンペーンっていうのをね、開始します。開始しますっていうか、これ1月の24日に出てる動画なんで、もう開始してるんですよね、正確には。今回ね、このキャンペーンをね、解説していきたいと思います。いや、これね、すごいですよね。50% ですからね。で、期間はね、先ほど言った通り、1月の24日から1月の31日まで対象ということで、最大の上限っていうものがもう設けられておりまして、50% ですからね、やっぱりありますよね。上限は、1000ポイントということですんで、1000円分が、マックスっていうことになりますんで、対象支払い金額は、2000円までっていうふうになりますということなんで、2000円使えば、1000円分ポイントが戻ってくるっていう感じになります。1000ポイントなんですけども、結構ね、メルカリの動画を私のチャンネルでもね、出させていただいてるんですけども、メルカリのこのメルペイっていうペイサービスはですね、電子マネー ID としても利用することができますんで、コンビニもそうなんですけども、スーパーとかね、ID って結構使えるとこ多いじゃないですかっていうのもありますんで、結構おすすめしてるんですよね。で、いうことなんで、2000円分買い物したら1000円分戻ってくるっていうことですんで、2000円使って、1000円分返ってきて、また1000円分利用できるっていう感じになりますよね。っていうことなんで、かなりね、お得なキャンペーンとなっております。で、PayPay とかもね、2月1日からまた新しいキャンペーンやるんですけども、またね、そちら他の動画でね、解説させていただこうかなと思っていますんで、ひとまずね、こちらも始まっている、キャンペーンとなっておりますんで、ぜひね、積極的に狙っていただきたいなと思います。で、設定がね、ちょっとありまして、メルペイにはね、普通のメルカリとかでね、販売して売った売上金をそのままポイントとして、利用するっていう感じで、そのままメルペイでその、なんですか、売上金が利用できるみたいな、サービスがね、あるんですけども、それとは別にですね、メルペイスマート払いっていう、後払いサービスみたいなのがあるんですよね。ちょっとね、後払いサービスって聞くと、ちょっと嫌な感じがしますよね。それ何ですかって感じですよね。リボ払いですかみたいな感じに聞こえると思うんですけども、このね、メルペイのスマート払いは、結構ね、動画で解説させていただいてるんですけども、事前に設定したね、金額だけ、利用できるっていうサービスなんですよね。設定すると、5000円とか、好きな金額入れていただいていいんですけども、仮にね、5000円、設定すると、5000円分しか使えないっていう感じになるんですよね。ですんで、使いすぎるみたいなことはね、ないんですよね。チャージしないで、5000円分が利用できるようになりますんで、じゃあその5000円分はどうやって払うんだっていう感じになりますよね。それが、翌月ですね。だから1月なんで、2月になったら、精算っていう感じになるんですよね。じゃあね、精算って考え、聞くとですね、ここで手数料が発生しそうですよね。そう思いますよね。私も最初そう思ってたんですけども、メルカリのね、スマート払いっていうのは、残高払いだったら手数料かかんないんですよ。残高払いだったら手数料かからない。っていうことなんで、これをね、銀行とかね、コンビニ払いとかにしちゃうと手数料かかるんですよ、300円。なんですけども、残高払いにすれば手数料かからないんですよね。残高払いっていうのは、銀行に、からチャージした金額とかね、保有のポイントから支払うと、この残高払いっていうふうにね、対象となりますんで、特にね、お金がかかるようにはなら、手数料はね、取られるみたいなことはないんですよね。ですので、私の動画でもね、結構紹介させていただいているんですよね、このスマート払い自体はですね。ですんで、手数料もかかんないし、2000円使えば、1000円返ってきますんで、いいですよね。で、その1000円は、さらに、また買い物に使えますからね。で、先ほど言った通り ID なんで、どこでもね、利用できますんで、どこでもっていうか、ID が使えるところだったらね、利用できますんで、かなりね、ID だと使えるところ
多いですんで、まあ、クイックペイよりね、私個人的には使えるところ多いんじゃないかなと思っております。次にですね、メルペイ、スマート払いの設定方法なんですけども、まずねメルカリに、ログインしていただいて、メルペイっていう画面を押します。まあ、そうすると、本来ねメルペイ残高っていうのがねトップに表示されているはずなんですけども、その上にねメルペイスマート払いっていうのがありますよね。まあ、こちらをタップしていただきます。まあ、そうすると、枠がね、まあ、自分で決めれるようになってるんですよね。まあ、私の場合はね、まあ、前回、設定した時のね5000円っていう風に設定されておりますけども、まあ、これがね、まあ、設定方法っていうことですんで、まあ、設定方法、まあ、なんですけども、まあ、すごい簡単ですよね。まあ、だからまあ簡単に言うと切り替えるだけみたいな感じなんですよね。ですんでね、まあ、ハードルとしてはねかなり低いと思いますんで、まあ、ぜひね 50% ですからね、うん、もう本当にこれだけのためにね、メルペイ、始めてもいいんじゃないかなと思いますよね。うん、まあコンビニ等々でね食事されている方とかね、ID でね決済できるところで、まあ、食事されている方、まあ社会人の方でねお昼、そういうところで購入してますよみたいな方はね完全に現金を抑えることができますんでね、ぜひね積極的に利用してみてはいかがでしょうか。最後にですね、これメルペイの今回キャンペーンなんですけども、メルカリを登録している方いますよね。フリマアプリだけやったことありますっていう方もいらっしゃると思いますし、メルカリでメルペイも使ってますっていう方も多いと思うんですけども、メルカリをね全く使ったことないっていう方もね中にはまだいらっしゃると思うんですよね。で、まあ、そういう方はですね、今ね、キャンペーンをやっておりまして、紹介コードをね、入れてアカウントを作ると、500円分のポイントがもらえます。さらにね、そこから本人確認をね、済ませると、さらに1000ポイントっていうことですんで、1500円分のね、ポイントが、もらうことができます。で、この1500円のポイントはもう先ほど言った通り、どこでもね、まあ、どこでも、まあ、ID が使えるところであれば、メルペイでね、支払うことができますんで、まあ、こちらね、もしやったことない方、メルカリをね、全くやったことない方はね、ぜひ積極的に狙っていただきたいなと思います。まあ、ちょっとね、本人確認は銀行口座登録したりとか、するか、もしくはね、免許証等を持ちながらね、社メール、取る必要はあるんですけども、まあ、個人的にはね、これで1500円分ももらえるんだったら、まあ、ぜひやっていただきたいなと思うんですよね。今回はね、メルカリが運営する、メルペイペイサービスのメルペイの、キャンペーンを紹介させていただきました。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。